宮崎エキスプレスは、宮崎カーフェリーが運行するフェリー。マリンエキスプレス時代に、高千穂丸の代船として、三菱重工業下関造船所で建造され、1996年12月2日に、大阪、宮崎航路に就航した。本船の就航により、高千穂丸は神戸日向航路に転廃され、従来就航していたエビノは、海外焙煎された。 2004年8月、マリンエキスプレスから宮崎カーフェリーへ上渡。2014年10月1日、関西側の発着地を大阪南港カモメフェリーターミナルから神戸港へ移転、神戸、宮崎航路での運航となる。車両積載量の向上や旅客サービスの集約による、精進化、ドライバーの居住設備のグレードアップに配慮された。幅広、船型とトラックに層。送。 乗用車3走の車両乾板により車両積載量を大幅に向上し、初期に高回速力25ノットの高速性能を持つ、信頼性の高い V 型中速機関の採用と、高出力に対する振動騒音対策の実施、ドライバー室の焦点員火を実施した。2003年8月27日、14時55分ごろ、大阪内甲貨も目不当に接岸中であった元船に、 無人暴走した作業船、宮古木丸が衝突。本船は、球場選手に、作家賞を負った。カモメフ東側の不当で、雪原作業の補助を行っていた宮古木丸が、乗組員が、経流作業を行うため、機関を、全身状態の自動操舵のまま、無人状態としたところ、公開景気の故障が発生し、暴走。 本線の西側に接岸中であったサンフラワー薩摩、および本線に衝突したものであった。ありがとうございます。